今日は25日だよね。25日なんですよ。今日はおかゆ、中華がゆですだんだんあの簡単なものになるはずが、意外とやっぱ取ってるな。椅子に座ると、海が見えないという、なんということかなんです、本当はねこうなってるはずなんですけどね、太平洋だよ、海だよ、大海原だよ、波も静かで風も静かで、あんまりスピードも出してないようで、なんか優雅に進んでおります。Oh.
ありますね。いいですね。今日は稲庭うどんが、稲庭うどんがありました、ラーメンです。今日は何味かな。今日はね、フルーツがね、めちゃくちゃいろんなフルーツが、トロピカルフルーツ、えらいよく知らない真っ赤なやつとかもあったんだけど、あまり分かんなかったからで、もう前の晩には荷物を出しております。前の晩といってもまだ8時20分ですけれども、明日は8時までにこの部屋を、退去します、もう次の準備をするそうです、ですからみんな前の晩に荷物を出すわけですね。そしてこの夜のうちに全部荷物は回収するそうです。うちわの部屋に近づいてまいりました。何度この廊下を歩いたことやら、何往復したことやら、よく歩きました。そしてここがうちの部屋になります。うちわの、そしてこの木、これでこのような部屋になります。ちゃんとベッドメイキングがされていて、チョコレートが置かれています。はあ、お疲れ様。大きな、何インチだろうな、これでな、50ぐらいかな、60かな、50、60の大きなテレビがあって、最新の、映画が結構見れてます、ブラックパンサーファーストマン、ありますね。これグリーンブック見ました。なかなか良かった。ただ日本語字幕がついてなくて英語字幕だったんで、なかなか細かいニュアンスまではよく分かんなかったですけど、なかなか良かったですね。